慶応義塾大名古屋市立大秋田大順天堂大の新卒出願者合格率は98%以上99%未満です東京医科歯科大日本医科大筑波大の新卒出願者合格率は97%以上98%未満です大阪市立大学は 2022年に大阪府立大学と統合されて、大阪公立大学になりました。大分大学医学部は大分医科大学を含みます。佐賀大学医学部は佐賀医科大学を含みます。新卒出願者合格率が90%以上、95%未満の大学です。 宮崎大学医学部は宮崎医科大学を含みます。富山大学医学部は富山医科薬科大学を含みます。香川大学医学部は香川医科大学を含みます。福井大学医学部は福井医科大学を含みます。高知大学医学部は高知医科大学を含みます。島根大学医学部は島根医科大学を含みます。 山山梨梨大大学医学学医医部は、科大学を含みます。東北医科大学は2016年に医学部を開設し東北医科薬科大学となりました大阪医科大学は2021年に大阪薬科大学と合併し大阪医科薬科大学となりました藤田医科大学医学部は藤田保健衛生大学医学部 藤田学園保健衛生大学名古屋保健衛生大学を含みます新卒出願者合格率が73%以上90%未満の大学です川崎医科大、金沢医科大、久留米大、東海大、福岡大 岩手医科大の新卒出願者合格率は73%以上86%未満です定義 P 出願者受験率イコール B 受験者数割る A 出願者数です Q 受験者合格率イコール C 合格者数割る B 受験者数です R 出願者合格率イコール =C 合格者数割る a 出願者数です。